こんばんは、テンマです。こんばんはじゃねえか。ということで、フジムレイドじゃねえ、レイドバトル海王が数日目、2日目だったかな、忘れたけど、1日目かな、何でもいい、始めてみましょう。ということで、はい、早速ですが、今日は、ブーストがかかっているので、まあ、こんな感じで、ポンポコポンポコやっていきましょう。はい、さあ、叩いていこう。ということで、16人、17人、20人のグループだから、19人かな、そこまで来たら勝てるでしょう。それで、まあ、避けずにゴリゴリやっていこう。という指針部とは、この指針が正しいのかどうか、神のみぞ知る。また今回もね、音、せっかく録音したのにね、画面録画の音が途中で切れちゃうっていうね、僕通知切ったんですよ、今日。よく通知の前後で切れちゃうので。通知切ったのにね、またその症状が出てしまうというですね。iPhone のこれ何がいけないのでしょうか。iPhone8 なんですね。もしですね、画面録画に詳しいフレンズの方だったら、コメント気軽にしていってください。はい。とかね、こうやって雑談をしているうちにね、やっつけるのが本当に20人弱いるときの素晴らしいところですね。240秒残っているのにも赤ゲージャーになります。はい、自分のポケモンが弱いのは厳しい。弱いってやられまくってるのはね。でもこうやってほら、倒しているとね、そう、カローラですね。アローラの姿を意識してカローラですけど、ね、なしだよね。で、まあ、7人で倒しました。はい。まあ、こういうふうに経験値獲得で、ね、はい、それじゃあですね、まあ、やっていきましょう。ゲットチャレンジでございます。もう、本当にね、海王がめんどくさい。カーブしました。ギリギリ入りましたね。かなりチャレンジングでございますが、まあもちろん、一緒っぱなそれダメですわね。ということで、まあ、金釣りだけでいきましょう。右折るとき、打ってほしいんです。いつ跳ねだって、右にはカーブボールが投げれない。まあ、なるべくだったら真ん中ストレートで確実に当てに行きましょう。といったところですね。はい、入りました。はい、どうせ1、2で出る。はい、出たまあ、今回も適当に投げると。はい、まあ、適当に投げたらそうやりますとね。さあ、次はどうでしょうか。投げましょうかね。しかしね、横にずれるとね、投げるタイミングを失っちゃうのにね、本当に簡単じゃないけどさ、なるべく前に。難しいよね。ワンタンの予備を持っておくっていうのもね。で、まあ、せっかくカーブボール投げてみたら当たらずというクソ仕様ですね。はい、そして、まあ、球数が多い。そう思う日々が続きます。なんかもう喋り続ける気力もございませんので、ちょっと BGM 入れさせてもらいます。まあ、右上ばっかり打ってほしいですが、そういうことで。ごめんなさいね、適当な実況で。はい。喋り続けるつもりももうやっぱないので早送りします。まあ、結論から言うとこれ逃げられました。そういうことそれだけです本当に。はい。結論があってこれでもう逃げられるんですけども諦めきれないんで次もう一試合、緑のレードパス使ってやることにしました。その動画も一緒にまとめましたのでぜひご覧ください。はい、レベル36の雑魚が挑んだらやっぱダメなんかなという気もしますけども、さて、もう諦めかけてはいましたが、6人おったら勝てるやろうということで、緑のパス使ってまだ2陣目入らせてもらいました。ちょっと今日関西弁のノリで言ってますけども、まあ、キャラを選ぶみたいなところでミスってる感もなくはないんですけども、まあ、6人おったら勝てるやろうですね。という方策でとりあえず言ってます。
はい、ということで、まあそんな感じで、ちょっと強めのメンバーを組んだつもりではおりますが、6人、まあ5人なんですけど、これ最終的に6人になるんですけども、さあ、どうなるでしょうかということで、早速ですが、行ってみましょう。とは言ってもバトルやっぱりにこんな1本の動画で長々と見せ続けられると不快でしかないでしょうから、ちょっと早送りさせてもらいますね。1本目の動画の時は早送りしようなんてのがなかったんで普通に撮っちゃってますけど、あ、よく見たらこれくっそ長いなって気づいて、前の方の動画もね早送りしたらまた編集めんどくさいんで、そんな感じなんで、ちょっととりあえずこれは早送りしたいと思います。今残り150秒で黄色になりました、これ大体150秒で黄色やったらいける、半分超えてるんでいけるということなんで、傘勝ってる勝ってるでしょうということで、まあやっていきましょう。はい、はい、ということで残り80秒まで来ました。80秒で、何赤色の線まで行ってたら勝てるらしいので、もうとにかく勝ちましょうということで、あと70秒間お付き合いください、ごめんなさいね。はい、という感じでやってはいるのですが、まあ僕のとしてもポンポンポンポコポンポコポンポコタッチしてます。これもう押せる勢い全部込めてたし、叫ばぐとかもしない起きないように全速全力で攻撃してます。6人だったらいける、そう信じてやっておりました。まあ正直パルシェンとかスカスみたいなやつも選ばれてますけども、それでも俺は戦いますということで、ちょっといけるいけるいけるって思って今言うんですけども、怪しくなってきましたよというところですね。はい、これね6人おったら勝てるって絶対思ってたね。1人31がおって36はまあまあ僕として弱くないとは思う。もうちょっと怪しいですよね、この時点で。なんか他の人の攻撃が絶望的に弱くなってる。逃げたんかな、これっていう感じで。うん。はい。ボスゴトラ出せないとは言いないんですけども。はい。もう無理だ、これ。はい。ということで、このレイドは負けました。はい。このパス無駄にするわけにはいかん思って、この後20分待ったんですけども、そのまま続きご覧。はい。14人おったら勝てるでしょう。14人おったら勝てるでしょう。そんな感じでやってますが、どうでしょうかね。はい。はい、無事勝ちましたということで、さあゲットチャレンジの方参りましょう。はい、ということで、何とか勝ってまして、ダメージ量も実は1与えられてたということで、ラッキーということですね。はい、9個、それでも9個ですが少ないなとは思いつつも、さあゲットチャレンジしていきましょう。なんかちょっと中の人がフリーズしてましたけども、ゲットチャレンジいきましょう。雨降っててブーストします。2836はね、せっかくブーストしてるから出てきたのに、割とゴミみたいな個体値を引き当てちゃったんですけども、まあいいでしょう。
きましょう。サークル固定法なんて知らない。こんな感じではありますが、ダメです。2投目いきましょう。右に折られたらどうしようもないんですけども、はい、どうしようもない。ちょっとね、右の方に頑張ってカーブでは右に投げれないんです、ストライク。そっか、回が難しすぎてカーブ投げれません僕。はい、そんな感じでありますが、いきましたね。うん、次はギリギリ入りました。いや、今の入ってよかった。はい、でもダメ。うん、じゃあ次はね、また威嚇するのを待って投げましょうみたいな感じなんですけども、はい、右に行かれるとどうしようもないんですけども、すぐ右行くでしょこの海王が。腹立ちますね。はい、ダメですわやっぱりね。ということで、もうなんやかん言ってたら残りボール5個です。まだ5個もあるんかいという感じですけどね。はい、いい感じになりました。はい、入るかな。キュッキュッ、ダメですね。そろそろ入ってくれないともう怖くなってくるこの頃ではありますけども、さあ入ってくださいねと言いながらですね、また木を伺いますが、はい、まあこの辺りではしっかりボールを確実に入れることはできてはいます。はい、ダメですけどねこれじゃね。ああ、今のは痛い。こういうのがあるんです。うん、残り2個。はい、痛い、これは痛い。そしてラス1です。もうこれ無理だって諦めますよ。ここまで来たせっかくの雨のブーストわざわざ出てきたのに、こう体値は弱くてもやっぱりブーストは欲しい。さて、そんな中作業の息を流させてもらいたい、そんなことを思っていますが、なかなか良いタイミングは訪れてくれません。それが人生、ポケモン GO です。こんなもんいい。まあ、命とか人生かけんのも無駄いう話ではありますけどね。はい、さあどうでしょう、どうなるんでしょうか。お、最後の一球ナイスです。もうこれワンチャンないのか。今のどうなんでしょうね、あのタイミングで。はい、もう2回来たね、確定演出なんですが。はい、ということでございました。ご視聴ありがとうございました。はい、あの時点で確定演出あるらしいですね。ちょっとその辺覚えておいた方がいいかもしれません。まあ目を引くということで、はい、ありがとうございました。